は公園です。眠たい。なんかさ、もう夏休みが終わって学校があるからさ、まあ、当たり前だけどさ、そんな昼間にさ配信とかできないわけじゃん。それが辛い。遅くも起きれないし、ね、久しぶりかも。うん、でさ、明日もさやっぱ学校だからね。でも配信するってなるとさ、ちょっとねあれなんだよね。まあ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 、でもさ10時はさ、多分公演終わってから帰ったら間に合わないから。逆上がりってね、なんかね長いんですよ。わかんないけどなんか多分曲自体が長いのが多いのかな。そう、なんか長くないみたいな話をして、ちょっと調べてみよう。そう、曲がね長いのが、そうそう、コントもあるしね。で、多分曲も長いっていう結論になって、でも今度って言うて3分ぐらいなんじゃん。4分とか。なんかさ、そういうのあるよね、たぶん。結構ね、長いんだよね。わからんけど。たぶん、ちょっと長いんかな。2時間04。ん？違うか。今全部計算したんだけど。まあいいや。後で調べよう。ねえ、コント変わってさ、私さ、セリフ寝とるんじゃんみたいなさ、告白みたいなさしたけどさ、私全くなんかネルトンとか知らなかったから。ネルトンってさ、みんなやっぱ知ってるのかな。ねえ、ネルトン、知ってるんだ。でなんかそういう恋愛リアリティショーみたいな。あ、トンネル。なるほどね。私は多分そういう系でいくと、みんなが知ってるようなそういう系で言うと、ないないお見合いとか多分そこら辺かなって思うんですけど、そんな感じってこと？なんかさ。それとは違うか。どういうリアリティーショー。
生誕祭ちょっと待った、ちょっと待った、なるほどね。おはようございます。今日、そう、今日のコントは誰でしょう。おはようございます。朝ごはん食べないと。うん、そう、ちょっとね、浅井がね、なかったんよね。昨日コストコ行ったんですよ。そう、コストコ行って、コストコで浅井売ってるらしくてっていうのをこの前見て、インスタかなんかでだから行ってみたらなかった。で、行ってなかったから、なんか在庫確認とかできるらしいので、チャットでそれもしてみたけど、ないですって言われて、え、今日もないのかな。コストコって何時から。マジで野菜食べたい。そう、自分で食べたいなって思ったんよ。でも無理だから、グリークヨーグルトにしようって思って、そう、今日ヨーグルト買って、ヨーグルト買ってから作ろうかなって。今家にウェコスがあるから、ちょっと一旦それにしないで、部屋片付いたって、あのね、机がね、多分狭い、机がなんか、そう、鏡とか置いてるし、なんかね、コスメとかもいろいろ置いてるから幅がないよね。この奥行きの方がない、なんかあんまなくて、多分だからね、散らかっちゃうんだと思う。あと多分あのね、服をね、脱ぎ捨てちゃうの、いろんなところにポイポイって、だからダメです。そう、ポイポイって言っちゃうんだよね。ダメです、ポイポイってしたら。
そう、みんなから見える範囲はお母さんがやってくれてるからどうにかなってますけど、この机の方が結構やばいです。ねえ、ポイポイってしちゃうよね、なんか直せない。そう、でも片付いてるよね、今は。今は、でもちょっとポイポイってしてる残像あるもん、ここにバッグが。なんかパジャマとかどうせ着るじゃんと思って、その時にね、また脱ぎ捨てたら着ればいいかと思って、なんか物が多いんだよね、いらないものたくさんある。とかなんか置く場所が問題あります。断捨離でもね、なんかなんて言うんだろうね、なんか物はないじゃないし、あるけど多すぎってほどでもないの。なんかまあミニマリストでもないけど、私絶対ミニマリストとかなれないんだろうなって思って、ミニマリストって、ね、必要最低限でなんか生きていけることの人だと思う。タイムリーだわ。カバンの荷物多い。カバンの荷物は最低限かな。特にそんなない。配達会の私服。でもさ、配達会の私服さ、冬だからさ、まだ全然何も決めてない。まあ、そんなもんだよね。やっぱ配達会とか新しい服で行きがちだからってなると、そうってなるとね、なんかでもなんかもったいないじゃん、なんか配達会のために買ってもし着なかったら。だからなんかね、安いのをたくさん買っちゃう。あ、745日、終わります。13位ムックさんありがとうございます。12位マー君さんありがとうございます。11位ヤスヒロさんありがとうございます。10位マーヤンさんありがとうございます。9位ステックさんありがとうございます。8位シンさんありがとうございます。7位村吉さんありがとうございます。6位ゲントルさんありがとうございます。5位ちゃんとくさんありがとうございます。4位ワンタンメンさんありがとうございます。3位ただの魚さんありがとうございます。2位赤いグリフォンさんありがとうございます。1位 HKT 小説おじさんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね、今日も頑張ってください、皆様。さよなら。じゃあね、ありがとうございました。